静岡市清水区出身の漫画家、さくらももこさんが描いたちびまる子ちゃんの最新17巻が今日発売されました。さくらさんが今年8月に亡くなったため、これが最後の単行本となります。こちらの書店では9月からさくらももこさんのコーナーが作られています。今日はその真ん中に最新の17巻が山積みされています。 開店前のこちらの書店では入荷したばかりのちびまる子ちゃん17巻を並べる作業が急ピッチで進められていましたきょう発売のちびまる子ちゃん17巻はこれまで少女漫画雑誌、リボンに掲載されていないストーリーなど全7話が収録されています地元清水区にあるこちらの書店では人気漫画の倍にあたる200冊を入荷しました 地元だっていうので一生懸命応援はしてたんですけどまさかこんな早くなくなると思わなかったのでこの中に出てくる清水市、うん、俺清水くんって言われ嫌だよ <laughs> 清水市だよ、うん、清水市の場所を探すの面白いだよちびんまる子ちゃんは1986年にリボンで連載を開始しこれまでシリーズ累計で3200万部を売り上げています